素晴らしい。楽しみにしております。私からのお願いです。それでは。
こそお分かりかもしれませんが、あなたは今夢の中にいらっしゃる。さて、お気づきですかな？あなたには大きな変化が起こったようです。日々の境遇も波立っておられるご様子だが、申し上げ、ているのはそういうことではない。あなた自身の精神の変化です。今宵あなたをお呼び止めしたのはそのためなのです。これからを進める際に一つだけ忘れてはならないことがあります。覚えておいでですかな？あなたが署名されたカードにはこうあります。我、自ら選び取りし、いかなる結末も受け入れんと。何、ご心配めさるな。お客人が何を選び取ろうとも、私はそれに従って参ります。しかし、あなたご自身は、自らの行いに常に責任を負わねばなりません。たとえそれがいかなる結末に結びついてもね。それだけどうかお忘れなきように。ではごきげんよう。よう、千鳥。悪いな、ここんとこ来らんなくてさ、いろいろあってちっとな。え、どうした？あ、そっか、高谷と仁ってやつのこと聞いたのか。話さなきゃとは思ってた。千鳥の仲間だったやつと俺ら戦ったわけだし。そのことじゃねえの？やっぱり怖い、苦しい。純平、純平はあと2年だったらどうしてる？2年？さあな、進路とかはまだ決めてねえし。てか、なんで？ああ、そういや千鳥、最近あれやんなくなったよな。自分で傷つけちゃうやつ。え？ああ、そうね。よかったぜ。つか、こんな綺麗な手してんのに。触らないでよ。え？ごめん、そんなつもりじゃ。純平が来ると前は楽しかった。いい気分になることもあった。でも今は全然違う。え？痛い、苦しい。こんなの我慢できない。なんだよそれ。全然わかんねえよ。俺、なんか嫌われるようなことした？訳を聞かせてくれよ。純平、もう来ないで。千鳥、どうして？
ごきげんよう。私からのお願いです。では何とぞ、では何とぞ、吉報をお待ちしております。吉報をお待ちしております。ふふ、精悍なお顔立ちになられましたね。初めてお会いした日よりもずっと。では何とぞ、あのですね、吉報をお待ちしております。そういえば、では何とぞ。ええ、吉報をお待ちしております。恐縮、吉報をお待ちしており、それでは。ようこそベルベットルームへ。これまでの歩みでございます。ご覧、それ以上はお持ちになれません。さあ、はじめ。合体するペルソナをお選びください。こちらは強いペルソナです。少々引き継ぐスキルをお選びください。強大な力を授く楽しみでございますな。よく必要な素材は揃いましたかな。必要な素材はどちらにいたしますかな。どうぞご覧ください。こちらでよろしいです。それではこちらを。受けたまわりました。また
ごきげんよう。依頼を受けていただき素晴らしい。そういえば、ふふ。成果のご報告を。そう。それでは、ないからって、クソ、俺は何もできねえ。俺が面倒ばかりかけちまって。今日はすまん、お前にも迷惑かけちまって。他の奴らじゃなくお前でよかった。話せて少し落ち着いたよ。もしタルタロスの閉ざされていた、さらに奥へと続く、念のためお知らせいたします。では
ごきげんよう。依頼を受けていただけます。成果の。もう。あのですね。吉報をお待ちして。それでは。ごきげんよう。私からのお願いです。素晴らしい。もう。それで。
見てきていいか？いらっしゃいませ。本日はどんなお花をお探しですか？入院してる女の子に送りたくて。お見舞いの品ですね。それでしたらこの辺りはいかがでしょう？そうっすね。じゃあ、あれを一つ。白色のお花ですが、よろしいですか？ダメですか？その子、白色好きみたいで。理由があれば大丈夫だと思います。では、お包みしますね。やっぱいいです。お邪魔しました。悪い、変な寄り道しちまったな。どうもどうも、俺もよく分かんなくてさ。どっか座るか、立ち話もなんだしな。その見舞いの相手なんだけど、どうも俺怒らせちまったらしくてさ。謝ろうにも何がダメだったのかも分かんない有様で、相手にもう来ないでって言われててさ。こんなのどうすりゃいい？お前ならそうするのか？でもお前みたいなやつならそれで解決させられるのかもな。俺っちってばいっつもこうなんだよな。やる気が空回ってばっかでさ。野球やってた時からそうだ。打ったらヒーローって場面で気合い入れてバッターボックス立っても、ヒーローになれた試しは一度もない。いざって時に空振ってばっかで、今も昔もまるで変わってねえ。ありがとうよ。愚痴ったおかげかちょっとすっきりしたわ。お前に弱音吐くなんてって思ってたけど、考えたら割と今更だしな。それにまあ何、お前の言うことって尺だけど正解な気がするんだよ。なあ、くそ、たるんでるな俺。ちと根性を入れ直すか。若津でカツ入れて帰ろうぜ。ってあそこカツ丼あったっけか？おーい、何ぼーっとしてんだ。
この時間に散歩してるんだったな。俺は軽く走ってたとこだ。部活だけじゃやはり物足りなくてな。立ち止まってると肌寒いな。少しそこの階段を駆け上がらないか。お、おかえり。いい走りっぷりだな。そろそろ俺もランニングに戻るか。じゃ、またな。
悪いな、こんなとこに来てもらって。ならよかった。静かなところで話したかった。さっき病院に行ってきた。これから保育園に妹を迎えに行って、買い物して、飯作って、食わせて、洗濯、とにかくやることが多い。この程度、俺はまだやれる。お袋はこれを毎日やってたんだ。前に話したろ、対外試合で活躍すれば推薦狙えるって。でも練習ができないんだ、時間がない。それに奨学金をもらえたとしても大学に進む金はない。それどころか生活費すらないんだ。親父に続いてお袋の稼ぎまでなくなったからな。俺が金を稼がないと。もう陸上をやめるしかない。親父さえ生きてれば。お前とはもう一度やり合いたかった。大きな舞台でもう一度陸上をやりたかった。こんな形で終わっちまうのか。このままじゃ諦めきれん。俺は試合に出たい。最後だっていい、勝ちたいんだ。俺の人生のほとんどは陸上に使った。総決算と思ってぶつかってくる。お前に話せてよかった。吹っ切れたよ。おかげで決心がついた。ありがとう。妹が待ってる。またな。
で。あ、てか聞いてよ、ミアのやつまた。ほんと何回目よって感じ。だからタオル臭くなるんだっての。あっとごめん、散歩の邪魔しちゃったよね。私もそろそろ帰ろっかな。じゃあね、ワンちゃん。仲間が加わります。もう3人目よ。ハットトリックっていうのこれ。早く自己紹介してよ。望月良二って言います。わからないことを優しく教えてくれると嬉しいな。ねえ、結構良くない？私もそう思った。ちょっとあんた声でかいよ。よろしくね。彼はご両親のお仕事の事情で海外生活が長かったの。そういうご家庭なので日本の習慣に慣れてないところもあるそうです。みんな校則以外のことでも親切に教えてあげてね。ね。さて、じゃああなたの席だけど。そうね。そこ空いてるわね。左から2列目の一番前。ですから先生、その席は単なるサボり。そういうのはいないのと同じって言ったでしょ。世の中は椅子取りゲームなの。みんなも気をつけてね。こんにちは。ごめん、君の名前まだ知らないや。あなたはダメです。え、ダメって？まだ食事にも誘ってないのに。食事？アイギス、あんたどうしたの？いきなり僕にダメ出しなんて。面白い子だね、君。なんなの、もう。わかる。先生にはわかるわ。同じ転校生キャラとしてシェアを食われないための牽制。でも先生の相手もしてほしいわ。ちょっと聞いてんの？
望月君。こちらこそ。あと領事でいいから。ねえ、時間ある？よかったら帰りにお茶でも。ああ、望月くん、お取り込み中のとこ申し訳ないけど、職員室まで来てくれる？転校手続きなんかの書類の控え渡したいから。あとはそうね、あなたもちょっといい？じゃあこれ持って帰って、それで手続きは以上。どうも。それじゃあ僕はこれで。君もまた明日。ああ、違うの、待って、悪いんだけど、そこにある段ボール二人で音楽室まで運んどいてくれる？そう、わかるでしょ、音楽室中身楽譜らしいんだけど、すっごい重いから腰とか気をつけて。音楽部宛ての荷物代理で受け取ったら、いつまでも置きっぱなしにされてさ。嫌みたじゃなくて、エコダ先生からどかせってネチネチ言われるまでもう散々。これを細腕の先生に持たせるのはあんまりだ。僕らでやろうよ。話がわかるわね、望月くん。あなたたちの原告の点数色つけとくから。冗談だけど、僕一人でやってもいいんだけど、転校してきたばっかりで、音楽室の場所案内してくれるかな？これで全部かな。思ってたよりずっと大変だったけど、先生困ってたからね。でも君って見かけによらず力あるんだね。何か鍛えてたりするの？運動部？野球？サッカー？陸上部なんかもあるんだよね。部活って興味あるけど、今から入部ってわけにもいかないか。そうそう、これさっきから気になってたんだけど、君はイヤホン下げてるし、きっと音楽とか好きなんだよね。じゃあお近づきの印に一曲披露しようかな。聞いてくれる？まあ見ててよ。どうだった？ダメかな？君にいいところ見せて仲良くなるきっかけになればと思ったんだけど、こっちはまだ慣れてなくて、わからないことばかりなんだ。だからいろいろ知りたい。できることをやってみたい。君も春に転校してきたんだってね。これも何かの縁だし、
僕と友達になってくれないかな。いいでしょ。ありがとう。僕も君のことをずっと前から知ってたみたいな気がする。そうしたらこういう時は、そうそう、アドレス交換をするんだっけ。あ、ごめん、今携帯持ってないや。連絡先見せてくれる？覚えて後で送ればいいよね。ありがとう。後で必ず連絡するから。暗くなるまでにはまだ少し時間がありそうだね。これから学校の中を案内してよ。君がよく使うところだけでいいから。
よう。え、死ぬかと思った。お兄さん、ありがとう。それって飼い主とは違うの？コロマルが喜んでるならいいか。あ、そろそろ帰んなきゃ。わ、そうだった。じゃあね、コロマルとお兄さん。Thank you.
ださいであります。でさ、バラしてどっかここの奥にあるケセラセラっていうバーまで行きたいんです。実はミツルさんに贈り物をしようと思ってて、あげたいものがそのバーで買えるかもって話を聞いたんですけど。ねえ、あれ何？知らねえ。なんでガキ？やっぱり危ないかな。でも夜しかやってないって言うし。あ、はい。もう少し先かな。ちびっこがうろついてるとか、この辺りも平和ねってね。早く帰ってねんねしなよ、ボクちゃん。ママがお家で待ってるよ。ありがとうございます。大丈夫です。気にしてたらキリがないし、目的を果たせばいいんですから。お店ここですね。ここの店主の人、味にこだわりがあって、普通じゃ手に入らない食材も仕入れてるって。紅茶を使ったカクテルを作るのにすごく貴重な茶葉を使ったり。フーカさんにパソコン借りたりして情報を集めたんです。ミツルさん詳しそうだから、変なものはあげられないと思って。店の人分けてくれるといいけど。見た目は怖そうな人でしたけど、ちゃんと売ってくれましたね。でもよかった。これでミツルさんに渡せます。あんなことがあってミツルさん大変だと思います。大事な人がいなくなった家って、ただ悲しいだけの場所に思えて。だからせめて寮にいるときは穏やかに過ごしてほしいんです。ミツルさんのことだからきっと大丈夫だと思うけど、美味しいお茶でも飲みながらゆっくり考えてくれたらいいですよね。それって僕がですか？僕はただ自分がどうだったかって考えただけで。それじゃあまり遅くならないうちに帰りましょうか。あ、いえ、何でも。先輩、今日はありがとうございました。それと、いろいろご心配かけてすみませんでした。新垣さんのことがあった後はちゃんと話せてなかったから。新垣さんに言われたことの意味、ずっと考えてます。自分のために生きるってどうすればいいんだろうって。わからないなりにいろいろやってみました。少し前の僕ができなかったこと、考えられなかったこと、普通に学校の友達と遊んだり、漫画読んだり、テレビ見たり、寮の皆さんにも自分から声かけてみたりしてます。ミツルさんには勉強を教わったし、ジュッペさんをゲームでやっつけました。
ゆかりさんたちとお菓子を食べたり、アイギスさんとハンバーグに餌あげたり、そういう何気ないことって楽しいんですね。今のところ分かったのはそれだけなんですけど。もちろんです。またラーメン連れて行ってください。あれすごく美味しかったから。寮の人たちと話してるとよく先輩の話が出るんです。みんな先輩のこと話すときはなんだか嬉しそうなんですよね。辛い戦いが続いても僕らが頑張っていられるのはここへ帰ってくれば先輩がいるからなのかも。そうかな。僕はそう思ってますよ。いつも先頭に立ってみんなを勇気づけてるっていうか、僕も先輩みたいになりたいです。だからこれからも先輩のそばでいろいろ勉強させてください。ごめんなさい長々と。夜はもう空気が冷たいですね。帰りましょうか。僕らの家に。うまいものにありつけるな。土産にするべきか。しかし土産分は払わないと。そうする。やっぱ俺だけ食うのもな。そうそう、お袋だがもうすぐ退院できそうだ。俺もやっと兄弟の面倒を見るの慣れてきたんだがな。そういえば部のやつら兄弟の世話を手伝うなんて言い出した。保育園の迎えぐらいなら行けるぞってな。みんな俺のことを心配してくれてたんだな。なのに俺は一人で突っ走って結局部がまとまらないのは俺のせいだったのかもな。お前に言われると変に安心するな。
そんなこと考えてたら急に何もかもが新鮮でな。走って汗をかくだけで楽しいんだ。体が喜んでる気がする。おっと、長話しちまったな。すまん、そろそろ行かないと。またな。ちゃんと覚えといてくれ。お前が背中を押したから競技に打ち込めてる。俺が楽しいのもお前のおかげだ。じゃあな。白い花、なんでお前がこんなもん？なんなのよもう。お前あれか、さては俺のこと大好きか。うわひってー、俺にはへこむ権利もねえのかよ。くそ、勝手に退路を立ち上がって。こんなんされたら行かないわけにいかねえじゃん。でもありがとうな。お前には負けるが、余計なおせっかい焼いてくるわ。つってもお前にもらった花だけじゃ俺の格好がつかねえよな。花束持って押しかけるか。教室でこの本を読んでいたら意外と武闘派なんだねとクラスの方に驚かれてしまいました。私は皆さんの目にどう映っているのでしょうか。かわいい、それは小さな動物などに使用する言葉だと認識しています。もしかして私もそのような存在ということですか。対シャドウ兵器でありながら
相応の印象を抱かれていない。これは要改善事項であります。放置しておくと任務遂行の妨げになりかねません。読み終えたら早急に解決策を考えるであります。戦闘においては敵味方とも精神面が大きく作用します。敵を威圧し味方を鼓舞する。私はそんな存在でありたい。どうすればそういった印象を皆さんに持ってもらえるのでしょうか。もっと言えば頼りたいと思われるような。この本から何かヒントを見つけられれば。とりあえず今日はここまでにします。部屋に戻りましょうか。であるからして
はじめましてかな。それで僕に用って？お前、俺らの女に手出してんじゃねえよ。領事君とか言われて浮かれちゃってさ。で、手当たり次第に声かけるとかそういうのやめてほしいんだけど。ごめん、どの子のことかわからなくて。向こうから声かけられることも多いし。気を悪くしたなら謝るよ。でも別に手を出したとかじゃ、ちょっと食事の約束をしただけで。それが手出したってんだよ。困ったな。約束したのは彼女さんたちの意思で、僕から勝手に断るのは。ふざけないでもらえる？アドレスもメールも全部消してやるから携帯出せ。なんだお前、関係ねえだろうが。こいつの味方する気か？おいこいつ、ニエフの真田先輩とか生徒会長とかと同じ寮に住んでて仲いいって。どうする？もしチクられたりしたら。とにかくこれ以上近づくな。連絡先も消してくれ。いいな？わかった、そうするから。お前も彼女取られて後悔するなよ。参ったな。君に迷惑かけちゃったみたいだね。モテてるって言うの？そんなつもりじゃないんだけど。これからは彼氏さんがいるかどうか聞いてから誘うことにする。でもありがとう、かばってくれて。君は優しいんだね。ここ眺めがいいよね。海がすごく綺麗に見える。朝モノレールから見る海も好きなんだけど、その時とはまた違って。知らなかったな、彼らがあんなに怒ってたのってどうしてなんだろう。お付き合いするってことはお互いが好き合ってる同士で、僕が彼女さんたちと関わってもそれが変わったりしないと思うけど。人を好きになるってどういうことなのかな。君にはそういう人がいる？そうか。じゃあもっと仲良くなったら教えてくれる？やっぱり僕はまだ知らないことばかりみたいだ。ここから見える景色、街で暮らす人たち、学校のみんな、君の思ってること、僕はもっとよく知りたい。この世界のことをね。さて、今日は君を巻き込んじゃったから、これからお詫びさせて。ラーメンでもおごるよ。この前純平くんが連れてってくれたんだ。ついでに町を案内してくれない？君がよく行くところも見てみたいな。
あれって間は混乱しちゃってうまく話せなかったから私やっぱりマイナスな方に考えちゃう。その決断を迷った時とか未来のことが分かる人なんていない。いくら準備をしたって何かトラブルが起きる可能性は絶対ゼロにならない。そういう場面で最後に大事なのは信じる力。未来が自分に微笑んでくれるって理由がなくたって思い込める力。私にはそれがないんだと思う。みんなは当たり前に持ってるのに。
ーダーはどうして多分うまくいくって信じられるの？私があなたを頼っちゃうのはリーダーだからとかじゃなくてあなただから。寂しくなっちゃって、あ、もうこんな時間、そろそろ帰ろっか。あのさ、ちょっと寄り道してもいい？私、食材買いたくて、今日はコロちゃんのご飯作ろうと思ってるんだ。
様っす。やあ。ここか、やっと見つけた。竹馬か。生徒会に出てないなんて珍しいですね。探すの時間かかっちゃいましたよ。探してこいと頼まれたのか。ええ、まあ生徒会関係ないんですけどね。私、そうか、すまなかったな。っていうか忙しそうでしたよ。修学旅行が近いとかで、うちのは 2,3 年合同だし、生徒会長だって忙しいはずじゃないんですか。旅行か。今の私が言っても同行する学生の興を削ぐだけだ。先輩、まさか旅行行かない気ですか。ダメですよ、そんなのありえませんからね。私、先輩と一度ちゃんと話さなきゃって思ってたんです。話す。正直言うと、私先輩と二人きりってちょっと苦手なんです。でもお父さんを亡くした今の気持ち、私すごくわかるから。だけど関係いい加減にしたくないんです。私これからどう生きるかもう決めたから。あ、いたいた、探しちゃいましたよ。あれ、りょうじくん、なんでこのタイミングで来るかな。え、でもゆかりさん、会長さんを探しに来たんでしょ。僕も同じですよ。頼まれちゃって、会長を見つけないと旅行を中止するぞって言ってました。小田切くん、誰から構わず頼むんだから。というわけで、霧城充さん、見つけた。しかし、なんという美しさでしょう。よければ、今度ご一緒しませんか。五つ星ホテルの最上階、あなたのイメージにぴったりの夜景が楽しめるレストランがあるんです。夜景？先輩、ここは戻った方がいいですって。竹馬、来てくれてありがとう。今はとりあえず責任を果たそう。あれ、行っちゃった。返事もらってないのに。とりあえずか、なんか納得いかないな。ゆかりさん、
よかったら今度ご一緒しませんか。白川通りあたりの。あうち。そういえば、あとは薬局寄って帰ろうかな。ね、少し長くなるけどいいよね。あ、なるほど。ちょっとごめんね。って、もしもし。あ、うん。何？だから何？早くしてよね。ふざけないでよ。何それ、お父さんの気持ちは。そう、分かった。勝手にすればいいでしょ。もう連絡しないで。ごめん。あ、うん、ごめん。大丈夫だよ、ありがとう。電話の相手、もう分かってるかな。そうだよ、母親から再婚したいって。再婚ってこと自体は別にいいの。許せないのはあの人の生き方。現実を放って次々と男に逃げて、その流れでズルズル再婚なんて。そんなんじゃお父さんはあんまりだよ。大丈夫、もう平気。ありがとう。私は絶対あんな風にはならない。自分の足で立つのをやめたりしない。都合の悪い時だけ誰かにすがろうなんて、そんなの最低だよ。私は一人で生きてくって決めてるの。一人で幸せになって生かしてやるんだから。
がとう。なんか私あなたには何でも喋っちゃうね。帰ろっか。薬局はもういいや。君か、おかえり。推薦がかかってた。
それに対する愚問だな。もちろん優勝したぜ。誰だと思ってる。ま、ありがとうよ。本当に終わったんだよな、俺の競技人生。急に空っぽの気分だ。言っただろ、悔いはないんだ。それに今俺にはやるべきことがある。家族を守るためにというとカッコつけすぎだが、就職しようと思うんだ。食ってけないしな。もう当てはある。死んだ親父のつてで車のメーカーにな。少し遠いとこにあるんだ。いくらでも食っていいぞ。お前に会ってからいろいろ分かったよ。俺はずっと学校や家族のせいにしていた。自分と向き合うことから逃げていた。お前に会えてなかったらきっと今の自分を不幸だと思ってただろうな。お前のことは忘れないぞ。準備だの挨拶回りだのがあってな、寂しがる間もなさそうだ。また飯食おうぜ。もう何度会えるかわからないが、それにしてもうまいなラーメン。
がとう。
です。どうする？アトロック討伐終了。勝ったね。シャドウ反応消失しました。次行きましょうか。変なこと聞きますけど、タルタロスにも頂上はあるんですよね？あ、いる。敵がいます。行きますか。手強そうですよ。
れ様です。
扉がある。調子です。敵がいます。行きますか。髪切れてな。素晴らしい。楽しみに。そういえば、それ。
続けていくぞ。シャドウどもは無限にいるのか。それとも先手を取った。どうする。いけるぞ。チークフリード。皆さんの勝利です。よし、お疲れ様でした。Change who you born out to who you born to be. So this is how it's done.
放つぞ。後悔しても遅い。皆さんの勝利です。終了だ。お疲れ様でした。どうする？あったか。
よし。それじゃあ。強敵です。気をつけてください。今は精一杯鍛えておきます。もし使う時がなくてもそれはそれで。そうか、トレーニングならいつでも付き合うぞ。シャドウが隙をついた。注意してください。はぁ、これだ。ここは違った。迷うな、ペルソナ。行けるか。
ありそうなやつがいるな。強い力を感じてますよ。気をつけて。落ち着かない景色だ。それが狙いなのかもしれんが。あれは強い力を感じます。どうする？気をつけて。これだ。消失しました。
よし、先を急ごう。あれは手強いぞ。強い力を感じます。気をつけて。ペルソナ気張りは怖い。行こう。Yeah.